皆さん明けましておめでとうございます。グローバルイノベーションコンサルティングの岩永でございます。早いもので、YouTube をですね始めたのが、2022年の5月ですので、7ヶ月ぐらい過ぎました。今回で17回目の YouTube となります。今日は年始でもありますので3つぐらいお話をさせていただきたいと思います。1つは日本の IT マーケットの動向について多少話をしたいと。2つ目はミャンマーの情勢含めてについてお話をしたいと思います。最後は昨年の10月に就職フェアをミャンマーでやったんですけども、その様子をお話しさせていただきたいというふうに考えております。まず日本の IT マーケットの動向ですが、皆さんご存知の方多いと思いますが、かなり IT から DX の方にシフトをしていると。弊社も来期で13期目を迎えますが、6年7年前は請負いで IT の機関系の仕事が多かったんですけども、ここ数年はだいたい500万から1000万円ぐらいの DX の仕事が多くなっています。ですので Java ベースの仕事というよりもどっちかといいますと、PHP や Ruby on Rails を使うような短期の開発が増えているというような認識になります。プラスアルファ、皆さんお気づきの通りローコードの案件というのが増えています。それは GeneXus に内容されるようなローコードなんですけども、どっちかモバイルというよりも機関系の部分で使うようなローコードの案件が増えていると、そういった認識を持っています。同時に通常の ITDX の開発の案件はもちろんありますけれども、 IT オペレーション IT オプスと言われますが、 IT オペレーションの仕事が増えているんじゃないかなと。弊社の特徴というのは、日本語英語、IT ができる社員がいるというのが特徴ですので、そういった面では今3社のお客様に対してそういったサポートをしています。日本語の能力から英語の能力、マイクロソフト365等々のマイクロソフト製品の能力、プラス24時間365日ということで若くなきゃできないというような案件が増えています。ちょうど1月からはあるお客様でボックスの案件も増えまして、合計でいうと20名以上の社員が24時間365日の案件に携わっていると。我々の社員は 85% が女性ですから、そういった面では夜勤は厳しいんですが、うまくでシフトを作りながら対応しているというのがあります。さてミャンマーの情勢はどうでしょうか。なかなか話すことが難しいんですけども、個人的な意見を含めてお話をしたいと思います。クーデターが起きてから非常に悲惨な状況が続いてますけども、まず状況的には500社ぐらいあった日系企業がありまして、40社ぐらいの IT 企業があるんですけども、おおむね影響を受けているのは2つのセグメントです。1つは500社ある IT、日系の企業の中でグローバル企業と言われるというところは非常な影響を受けております。2つ目は日本人に対するマーケットの変化です。それは従来であれば、500社日系企業あるということは1万人ぐらいの日本人が住んでたんですけれども、今現在1000人を切っていると。そういう状況なので、日本人相手の飲食業やホテル、そういったセグメントは非常に影響を受けているということになります。IT としては実はそれほど受けてないんですけれども、同時に日本人の人口のおおむね3分の1が65歳以上ですから、ミャンマーには進出はしないという決定をしているお客様が非常に多いです。今後ですね、それはどう変わるかというと、今年の選挙までにはなかなか変化がないんじゃないかなと。ヤンゴン自体はそれほど危険じゃございませんが、ヤンゴン以外の地方都市はそれなりに厳しい状況ですし、バングラデシュやインド、中国の国境というところは通信が来ないこともありまして、それは引き続きいろんなことが行われているというのは事実だと思います。ただウクライナとミャンマーの決定的な違いが2つありまして、ウクライナでロシアがやっているということは、彼らはイデオロギーで戦争をしているというようなことだと思います。ミャンマーの場合、個人的な意見ですけども、
軍政府にお金が入ってこなくなったんで、お金のために戦争をしていると、内乱をしているというのが事実じゃないかなと。2つ目の違いというのは、ロシアはテレグラムでね、いろんな情報をしてますけども、ミャンマーの場合は他の東南アジア諸国と同様にフェイスブックが非常に伝達の手段になっているということです。つまり普通の市民もフェイスブックを使いますし、国軍の兵士も使いますということで、ヤンゴン等々大きな都市ではなかなか表立った行動を軍は起こせないという状況にあります。ですから今問題が起きているのは、さっき言ったようなどちらかと言いますと周辺国に近いエリアで問題が起きているというような認識です。国軍としては今年の選挙を少し伸ばせますので、そういった意味であと半年間伸びる可能性もあります。ということは今年度中にはなかなかミャンマーの結論は出ないんじゃないかなということが挙げられると思います。つまり進出の企業も来ないし、様子見の企業が多いというのが日本人の、概ねの傾向じゃないでしょうか。ミャンマー人はどうかというと、ほとんど全てのセグメントの Z 世代は日本に来たがってます。ビザで言いますと4つビザがありまして、通常は技術人務国際業務のビザ、それから留学生のビザ、特定技能のビザ、最後に技能実習生がありますが、全てのセグメントにおいて日本に来たいと思っている人が多いと思います。ですので産業的には日本語学校が非常に優勢を高めております。プラス日本に来るような手段を考えているミャンマー人が非常に多いということも事実です。これについてはなかなか難しいことありますけども、我々はその動向を見ながら経営判断しているとなります。最後に GIC ミャンマーの採用状況についてお話をしたいと思います。おかげさまで昨年10月に11回目の就職フェアをやることができました。約1300名の応募者がございまして、800名程度が試験を受けたということになります。昨年はコロナプラスクーデターで我々の会社しか採用はしてなかったんですけども、おかげさまで我々の会社以外に4社参加していただいて、我々で含めて5社が参加しました。我々としてはそこで60名ぐらい採用しました。お客様も採用しまして、おおむね15名から20名ぐらい、つまり1300名のうちお客様含めて日本に来るチャンス、最初のチャンスを得たのはおそらく75名から80名ぐらいじゃないかなというふうに考えております。この点については今非常に就職もございませんし、それからミャンマーの物価が高くなってますけども、我々としては引き続き採用関係も注力をしたいと思っています。どちらにしろ3月までまだ期限ございますけれども、ここでいろんな努力をさせていただいて、来期4月以降も皆さんといろんなビジネスをさせていただきたいと思っております。いろいろとありがとうございます。よろしくお願いいたします。